今年も銀杏がこんなにたくさん取れました。それではこの銀杏、簡単にしかも綺麗に剥いて食べる方法を紹介しましょう。まずね、このね、フライヤーでこの銀杏の硬い殻をね、こうパチンと割るんですね。これがポイントです。中の身まで割らないようにね、殻だけにひびを入れます。こんな感じでね、食べる分量すべてにこのようにひびを入れました。そしたらこれを適当な紙袋に入れます。まあ紙袋はホームセンターとかで買い物をした時、商品を入れてくれるちっこい紙袋、あんなのを廃物利用すればいいと思います。これはカインズホームで買い物をした時もらった紙袋です。この中に入れましょう。そしたら袋を折り返して軽く封をしましょう。これを電子レンジに入れて1分間加熱します。1分間の加熱が終わったら袋を取り出して中の銀杏の皮を剥きます。硬い殻にはあらかじめひびを入れてあるので簡単に剥くことができます。薄皮もこのように簡単に取り去ることができます。はい、このようにきれいに剥けました。この方法ですと、このように銀杏の実が崩れずに、きれいに簡単に皮を剥いて食べることができます。大切なポイントは、最初に銀杏の硬い殻にこのようにひびを入れておくことです。それではひびを入れないとどうなるか、ちょっと実験してみましょうか。それではこちら、これはひびを入れていない銀杏の実です。これを紙袋に入れて同じように加熱してみましょう。先ほどと同じく電子レンジで1分間加熱します。殻にひびを入れていない銀杏はこのように加熱が進むと、内部で発生した水蒸気の圧力で殻が爆発してしまいます。加熱が終わりました。さあどうなってるかな、ちょっと出してみましょう。ああ、なんか爆発して身が崩れてるのがありませんか？あらかじめひびを入れとかないとこうなっちゃうんですよね。大丈夫そうなのもありますね。ちょっと剥いてみましょうか。あらら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 、大丈夫そうに見えても中はこんなになっちゃってます。ねえ、事前にひびを入れておかないとこうなっちゃうんですよ。まず最初に硬い殻にひびを入れて、そしてそれを紙袋に入れて、その後電子レンジで1分間加熱。これが銀杏を簡単にきれいに剥く方法ですよ。